メリカのペロシ下院議長が台湾を訪問したことに端を発し、中国軍は台湾の周辺の空海域6カ所において軍事演習を行うと宣言したみたいだね。実際2022年8月4日からこの宣言通りに艦艇航空機各種のミサイルを使用してそれを実行したぜ。中国もだんだん北朝鮮じみてきたよね。軍事力もあるから余計立ちが悪いけど。そうだね。さて今回は、中国の台湾に対する軍事演習について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本でもこの中国軍の軍事演習が大きく報じられたのは、その初日にあたった4日。初めて中国軍のミサイルの一部が日本の排他的経済水域に5発も落下したことが要因だと言え、北朝鮮並みの暴挙に中国が出たと感じられたゆえだろうね。幸いにこの中国軍のミサイル発射はその4日の5発のみでその後は行われなかった模様だけど、いかに排他的経済水域にミサイルを落下させようと、それがすぐに国際法に違反しているとは言えないものの、対話の通じない国であることを再確認させられたんじゃないかな。中国は今や経済軍事大国であり、これまで北朝鮮のようにこうした行為を平然と行うほどの判断を下ろす可能性は低いと見る向きも少なくはなかったが、そのような見方は見事に裏切られたと言っても過言ではないだろうな。こうした状況下、アメリカはといえばミニッツ級の大型原子力航空母艦であるロナルド・レーガンらの空母打撃群をフィリピン海に派遣しており、この目的は中国軍の軍事演習の情報収集に努めることだと推察されたよ。ロナルド・レーガンはミニッツ級の9番艦であり、2015年から同6番艦のジョージ・ワシントンに変えて日本の横須賀を母港として配備されており、今のアメリカ海軍で唯一海外の港を母港とする航空母艦なんだ。このためロナルド・レーガンはアメリカ海軍の太平洋艦隊の第7艦隊の中でも中核の戦力を構成する艦艇であり、アジアにおけるアメリカ海軍の威容を象徴するものとして最も重視されている航空母艦ということになるね。またアメリカ海軍ではアメリカ級強襲揚陸艦の2番艦であるトリポリも、8月1日にはすでに沖縄の南の海上に派遣し待機させており、ペロシ下院議長の台湾訪問での万が一の不測の事態に備えていたと言われているよ。こうした中で8月4日に中国軍のミサイルの一部が日本の排他的経済水域に5発落下する事態が発生し、この時放たれたミサイルは4発が台湾上空を通過してその東側の海上に落下したとみられ、アメリカも引き続き監視を行うことを表明したみたい。日本では今回の中国軍の軍事演習に関し、こうした日本の排他的経済水域に5発ものミサイルが落下したことや、アメリカ海軍のロナルド・レーガンやトリポリがその動向を探る目的で派遣されていると報じられているよ。一方で中国側では、中国政府や中国軍とは別に一応民間の人物らがその状況を SNS などのインターネット上で解説しており、アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問自体を物理的に妨害するなどの手法を提示し注目を集めていたんだって。そこではペロシ下院議長の搭乗したアメリカの軍用機に対し、中国空軍の航空機で進路を妨害して台湾への着陸を阻止することや、これに従わない場合、対空ミサイルで撃墜すべきだとする強硬論が声高に喧伝されていたみたい。そうした主張が中国の SNS などのインターネット上に溢れていたという点だけ見ても、自国の政策に都合の悪い意見はすぐに規制することが可能な中国において、半ば意図的に中国政府がそれらの意見を放置したことは明白だろうな。しかしこうした強硬論は多くの中国国民にアメリカに屈しない強い中国という期待感を抱かせ、ペロシ下院議長の搭乗した軍用機が何事もなく台湾に着陸してしまった際には、大きな批判と失望の声が巻き起こったみたい。中国は過激すぎるよね。もう少し落ち着いてほしいよ。要は間接的に中国政府が自国民の反米感情を盛り上げようと、ペロシ下院議長の台湾訪問の物理的阻止などという、出来もしない行動を煽った末の情けない結末だったわけだけど、これが過ぎた後にもさらなる沈説が代わりに登場しているみたい。それは中国軍が放ったミサイルによって、フィリピン海に展開して動向を監視中とされたアメリカ海軍の航空母艦ロナルド・レーガンが、その脅威から逃れるべく遥か遠い海上に待機したと主張するものなんだ。無論こうした言説は何の根拠も伴わない、いわば言ったもの価値的な意見に過ぎないわけだけど、中国人にとってアメリカを軍事的に譲歩させたという主張は、ことのほか多くの人々の金銭に触れる意見であり、一方的に盛り上がっているみたい。これはかつての第三次台湾海峡危機と呼ばれた際の1996年、アメリカ海軍が台湾海峡に差し向けた2つの空母打撃群の接近に当時の中国は抗う術がなく、台湾に向けた挑発行動を停止せざるを得なかった過去が尾を引いているのだろうな。ここから中国は自国でも航空母艦を保有することを決意し、実際に遼寧3トンときて、
この2022年には福建を進水させ、今回の演習でも使用した DF-15 等のミサイルを多数配備し、台湾海峡に対する軍事力の強化を進めてきたよね。そうした経緯を鑑みれば今や経済的、軍事的も大国になったと自負している中国人にとって、かつてのようにアメリカの軍事力に台湾海峡で対峙できない状況は決して容認できず、事実か否かは別として自国の優位を主張したい願望に満ちているってわけ。プライドの高い中国らしい考え方だね。結局今回の中国の軍事演習に関しては、何ら具体的な形ではアメリカへの威圧という中国の目標は達成されていないにもかかわらず、中国の国民が優位を下げるであろう無意味な言説が氾濫して、自国内だけの優越に浸っている感は拭えないよね。しかし今回の軍事演習は8月4日から7日までの日程スケジュールで実施されると中国は発表していたんだけど、8日になってさらに軍事演習を続行する旨を表明し、すでに8日も台湾周辺海域でこれを行ったと言い出したんだ。そして8日の軍事演習の内容は、敵の潜水艦に対する対潜哨戒戦闘や水上戦闘艦に対するものだと述べており、これを受けて中国のインターネット上などにどのような意見が吹き出してくるのかにもまだまだ注目する必要がありそうだね。今回は中国側は軍事演習の終了期日を表明しておらず、台湾はもちろんのことアメリカにも今以上の軍事的な圧力をかける算段だと思われ、強硬な姿勢を示すことでさらに国内の世論も含めて譲歩しない中国を演出する意図があるんじゃないかな。ただし中国のインターネット上の言説を単に他山の意思と考えるべきではなく、日本でも2020年のアメリカ大統領選挙、新型コロナウイルス、今はロシア・ウクライナ戦争等への陰謀論が後を絶たないことには留意が必要だろうな。ロシア・ウクライナ戦争をめぐる荒唐無稽な陰謀論は論じるにすら値しないとはいえ、ウクライナを支援する側であることにやぶかさではないが、多連装ロケットのハイマースや M270 等が供与されたことでの楽観視も同じく危険だと思うよ。少なくとも東部地域をはじめ今でもロシア軍はじわじわと侵食を続けており、ウクライナ側は防戦の域からは脱しておらず、誠に不本意ではあるがこのままの状態が続いていく可能性も少なからずあるように見えるな。ここでの焦点は西側諸国が供与する兵器がロシア軍に致命的な打撃を与えられるか否かであり、それはそのまま対中国軍に対する日本の兵器の有用性の判断にも直結するということを意味していると思えるためだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。